顔認識。死ぬほど怖くはないけど、じんわりと。背筋が固まるような話を。ただ、俺はこれさえ怖に。怖い話だと思ってる。さっきテレビで関係する話が。出てて思い出したので。数年前のこと。俺はとある企業で、とある研究チームの一員だった。といっても、白衣を着て医薬品を扱うような研究職じゃない。俺たちがやってたのは、カメラの顔認識システムとその応用の研究。一台のメインコンピュータに、アプリケーションを入れて、そこに各地の防犯カメラの映像を送ると、顔を認識して、ID 000HYXYZ を通った、ってログを勝手にどんどん作成してくれる、みたいな。ただ、そんなのは当時でも結構ありふれてたから、そのベースとなる顔認識アプリケーションに、じゃんじゃん機能を加えていくことになった。数打ちちゃ当たる。ってやつだな。最初に取り組んだのは、年齢推定の実装だった。聞いたことあるんじゃないかな。メカニズムとしては、天気予報と同じで、あらかじめ顔と年齢をセットで、数千通り読み込ませておいて、カメラが顔を認識したら、その正解リストをもとに、予想値を弾き出すって感じ。シンプルな方法の割には、精度が高くて、試験段階でも、4割くらいはぴったり当てて、あとは誤差。プラマイ8歳程度。結構面白かった。でもまあ、年齢推定なんてのも、いろんなとこが挑戦してて、もっと独特なものを実装せねば、と奮闘していた。幸い俺たちの手元には、大量の顔写真&個人情報サンプルがあったので、いろいろと試すことができた。名前、学歴、出身地、などなど。さすがに名前予測は無理だった。ああいう離散的なものは、コンピュータには理解できない。だが驚くことに、学歴推定。中卒、高卒、大学卒、一流大卒の4パターンだったが、は、6割近い正答率を誇った。また、出身地も、北海道から沖縄までの、連続的な値として、コンピュータに認識させると、都道府県レベルで、10% 近い正答率だった。年齢の推定は、人間でも、おおよそ当たりはつけられるが、出身地の推定を10回に1回もぴったり当てられる人はそうそういないだろう。要するに十分量のサンプルがあればコンピュータの推論は割と当てになるってこと。
ここまで前書き。本題はここから。ある日、チームでも結構マッドなサイエンティスト、A とする、が余命推定やってみようよ、と言い出した。当時、全盛期だった。デスノートの影響でも受けたのだろう。しかし、個人情報サンプルには、当然ながら、余命、なんて欄はない。撮影年、没年が分かっている。歴史上の人物の写真でも使えばいい。白黒でも、認識制度に大きな影響はなかっただろう。もちろん、カラーのサンプルに比べると、精度は落ちるが、顔認識のメカニズム上、ほとんど問題はない。しかし、それではサンプル数が足りないのでは。要は、顔と撮影日と、死んだ日が分かりゃいいんだ。天災やら、事故やらの被害者を使えばいい。ちょっと待て。それじゃ、外発的な要因で死んだサンプルが混ざることになるぞ。それでいいんだよ。と、点、ニヤニヤする A。どうやら奴は、僧帽からその人の健康状態を推定し、というのではなく、いわば、道端の占い師まがいのことを、コンピュータにやらせるつもりらしい。死者をサンプルに使うことには、少なからず抵抗があったが、その頃の俺たちは、好奇心旺盛な奴らばかりだったので、すぐに手をつけ始めた。毎日毎日ちまちまと、写真、没年復撮影日、イコール余命、を入力していき、数週間で、サンプル数は2000に到達した。そして試験運用、といっても、正解がわからないので、誤差計算もしようがないのだが、最初に試したのは俺だった。システムを起動し、カメラの前に立つ。すぐに顔に照準が定まり、コンマ数秒の計算の後、弾き出された答えは、60、だった。ふむ、男性の平均寿命が、80代であることを考えると、いい線いってるのでは。言い忘れていたが、俺たちはみんな20代前半で、リーダーだけ30代。次々と他のメンバーも試してみたが、やはりサンプルが少なかったのか、答えはバラバラ。23、112、75、42。結構むちゃくちゃな答えばかりである。ひときわ強烈だったのが A で、なんと、余命0年、を宣告されてしまった。やはり、コンピュータに占い師の真似事をさせるなど、無理だったのかもしれない。だが、手動で2000ものサンプルを打ち込んだだけに、このままお蔵入りとするわけにはいかない。1番、ログ自動生成モードにして、会社のサーバーに保存されている、様々な場所のカメラ映像を、疑似的に読み込ませた。翌日、コンピュータは、しっかりと何千もの認識ログをついていた。統計処理を施すと、興味深い事実が浮かび上がってきた。撮影場所によって、その推定値に大きなばらつきが見られたのだ。読み込ませた映像の中でも、例えば、小学校で撮影されたカメラの余命推測平均は、
106。確か。以下同じ。だった。これは、全ログの平均値。46に比べて、はるかに大きい数値である。逆にそれを最初に下回ったのは、サービスエリアで撮影された映像で、その平均値は、38。だった。車に乗っている奴は早く死ぬ。とでも言いたいのだろうか。以下、平均値はどんどんと減少していき、余命平均ワースト2は、県内のある老人ホーム、平均値は、15、最下位は、お察しの通り、病院だった。なんと平均値、4。いやちょっと待て。病院とはいえ、いくらなんでも余命平均値4年というのはおかしい。部活で怪我をして運ばれてきたような、まだまだ先の長い子供だって大勢いるはずだ。何かエラーが発生したのかもしれない。と生ログを参照した。そして思わず声を上げてしまった。ID、1234バリュー。34。左この場合推定余命を示す。といった書式でずらーっと書いてあるんだが、34とか50みたいな普通の数に混じって、いくつも存在してはならない数が記載されていたのだ。負の数である。念のため他の場所のログもざっと確認してみると、マイナス付きのものはどこでもに、3個は発見されたが、病院のログほどではなかった。文字通りに解釈するのであれば、余命マイナス3年というのは、死んでから3年経過ということになる。余命マイナスのものが極端に多いおかげで、余命平均値が大きく下がってしまったのだろう。と冷静さを保とうとする努力はしたが、もう全身嫌な汗が出っ放しだった。その後チームで話し合いを重ねたが、嫌な結論にしかたどり着かなかった。すなわち、余命推測等というのは、誤差が大きすぎて当てにならない。あるいは、私たちの周りに、余命マイナスのものが平然と確保している。当然採用したのは前者の結論。上層部には、顔認識を利用した健康状態の調査をしていたことにして、適当な報告書を書き、これは元から予定していたことだったが、このプロジェクトは闇に通り来られることとなった。私たちは毎日何百もの人々とすれ違い、目線を交わしている。その中に余命マイナスの顔はない。とどうやって言い切ることができようか。その中に余命マイナスの顔はない。とどうやって言い切ることができようか。うわっち。重要なオチを書き忘れてたよ。A は、余命0とし宣告を出されてから1年経たずに、本当に死んでしまった。通勤ラッシュ時にホームから大ジャンプを決めたらしい。なぜコンピュータにそれが予測できたのか、全くわからない。コンピュータが知り得た情報は、サンプルと対象者の顔だけである。しかし、事実として A は宣告通りに死んでしまった。死相という言葉がある。人がもうすぐ死にそうだ。というのが何となくわかってしまう能力者がいるのだと。科学的なことは信じたくないのだが、この事件以来、俺は防犯カメラと人混みが怖くてたまらなくなってしまった。よほどの生命の危機や必要に追われない限り、病院にも近寄らないようにしている。